平城紀行豊後臼杵城に来ています。ここは市街地にあるというよりももともと海だったみたいですよね。でそれを周りを埋め立てたんで、その感じの遺構というか雰囲気が出ている場所がいくつかあります。堀っていうか堀に見立てた何でしょう、堀なんですけど、海水が入ってきてたのは間違いないですよね。島だったわけですから、それをうまく作り立てて、これ今見えてるのはちょっとコンクリートになってる部分があるんでしょうがないんですけど、残されてる石垣とかも結構あってですね、ちょっと雰囲気的には古城の雰囲気ですね。古城といえば岡城ですかね。豊後のイメージ的にはああいう感じですよね。街中にあるんですけど、堀なんかもねもう公園地化して整備されてしまってるんですけどね、立派な門が復元されてるし、櫓もいくつかあるんでね、はい、今宇都の口門の方は行ってきて、脇櫓ですね、重箱櫓と呼ばれているものですけど、それがこちらにももう一個あるんで、詳しく見てみたいと思いますね。少し直してはいるんですけど、こう石垣公園じゃないですけどね、整備されてるんでしょうがないですけど、堀と石垣があるだけいいですよね。都会ではちょっと見られない光景ですね。自然にこう町がね多少こう掘削して、開拓されてますから、地形がそのままというわけじゃないとは思いますけど、臼杵城はね前回も撮ってるんですけど、今日なんかすごい団体が今入ってったんで、なんでしょうね、お城巡りにしてはもう30人以上の大団体ですよ。このような時期に何の集まりでしょうね。あんまり近づかないように、また邪魔もしないように、またこちらの邪魔もされたくないと、少人数なら見たことありますけど、あんな団体は何でしょうね。お参りですかね、お城見学だと思いますけどね。観光の施設に大型バスで、こちらの地域はあまり関係ないのかもしれませんけどね、ちょっと一応しておこうということですね。こちら臼杵公園っていうふうになってますよね。少し色がね、あせてますけど、でも、昔の感じで。堀があって、水があってと。やっぱり鯉がいますけどね、海の魚いるかもしれないですよね。ここちょっと石垣がね、あって。ここ神社の入り口でもあるんで、ちょっと石垣がね、見ておきましょうかね。こういう感じで、相当昔のものが残ってる感じですよね。小橋門。なんかね、この辺のお城みんなそうなんですけど、櫓の跡ですね。石仏とかが結構何に置いてあって、これ上上がってもさっきのところなんで、上がんないですけど、ちょっとびっくりしますよね。あまりそういうのに興味がない方がたくさん見れるというところではいいんですが、でこれを上がっていくわけですけど、前回もね結構対面でいろんなものを見れたんで、ここのカーブもすごいですよね。稲荷神社っていうのはさっきのですね、ウトラと書いてウトラと読まない、ウトのですね。これも前から思ってるんですが、何ですかね。何ですかっていうか、石垣詰めてるだけで排水のなんか関係なんだと思うんですけどね。そういうのいっぱい見受けられるんで、ここもそういう部分がちょっとありますからね。土のうとか積んでありますけど、ここもね、なんかこういうのってあれ排水って、今排水って言いましたけど、なんか足場組んでる。ここにさっき言った石仏がね置いてあるってことも結構あるんですよ。ここも直しましたね。ずいぶん前に来た時に工事してましたね。ここのコンクリートも入れてましたから、これ昔コンクリじゃなかったですよね。砂利っていうか、あまりいい階段じゃなかったんですけど、修理してもう20年ぐらい、もっと経ちますかね。90年から来てますけど、約32年前ぐらい、
まあお城はいろいろ変わりますよ。整備されて良くなる方向のことが多いですけど、まあ綺麗になるというかね。ここも長いんで分割にしますね。ここにも大きなものがあったようですね。このような石垣中門、ここにも書いてありますね。でこの上にやはり建物があって、橋が壊れるように大変した大きなものがあるので、ああいう感じのもう少し小堀の門があるという感じになりますね。そしてこれがもう一つの重箱櫓。重箱って言っても建物があのストーンって落ちてる部分がよく見ないと分かんないですよね。これね、こういう感じですね。じゃあここで一回行ってみますか。はい、杉城の入り口付近でした。